クワの協立病院は福島県郡山市にある郡山医療生活協同組合運営の病院である。医療機関コードは 0312802ISO9001 を取得している。2012年9月に日本で初めて最短10秒程度で内部被爆線量の測定が可能な米国製ゲート型高速内部被爆検査装置を導入したと報道されたが、 実際に導入されたファーストトラックファイバーはドイツ製の表面汚染ゲートモニターでありメーカーの国内代理店はこの装置で内部被曝を測定することはできないと説明している病院側も9月25日時点では内部被曝測定器と呼んでいたが10月1日には体内体表面に関わらず人体の被曝状況をスクリーニングする道具という表現を用いている 福島県総合医療情報システムハット ABCDFGHI 福島医療情報ネット福島県2020年5月16日閲覧47ニュースヘッドライン重要放射線表面汚染ゲートモニターハーストトラックファイバーの内部被爆測定に関する件、全日本ミニ連からの支援により待望の内部被爆測定機 FTF を設置 全国からのご意見、ご心配ありがとうございます。ありがとうございます。